お兄ちゃん、八神って人？え？ん？そうだけど。これあげる。え？何かなこれ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。え？すぐに開けろだって。え？嘘だろ。罠じゃん。なんだ、目玉かなんか入ってんのか。は？手榴弾だ。え？さすがは八神さん。誰？最近なんかこういう展開多いよ。次から次へと。の配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。取引相手に？え？何の真似だ？おっと、誰？申し遅れました。はいはいはい、私こういうものです。誰？モグラのとかじゃなさそうだ。子が。子が？あ、子。京浜同盟のボスか。ボス、ボスなのかな、うん、そうです。京浜同盟のしてんのか。でしたな。京浜同盟の子がと言った方が通りがいいでしょうかね。え、ボスなのかな。一応わからんけど。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。はあ、我々なりのやり方でね。あら、あら、あらあら、ずいぶんガタイの。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんです。いやー、こっちのセリフなんですよ、本当に。ではお手並み拝見と行きましょうか。八神さん、ちゃちゃ、四天王最後の一人か。どんな感じなの？よっ、はい、です。な、なに、え、なになに、閃光弾。やめろやめろ、やめろやめろやめろ、よっしゅ。痛い痛い。ちょっともうフラフラじゃん。あ、ちょちょちょ、なんか投げた、なんか投げた、あいつ。やべえじゃん、あいつ。いって、なになになに、飛び越したら。ちょっとやめろ、うな。よっ、ぜい。よし、痛い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 。うそ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 う。強いじゃん、強いじゃん、普通に。よいしょ、あいったっす。ちょ待って、ちょ待って、おめえちょっと、おめえちょっと、おめえ邪魔だ。やべえな、あいつ本気出してくるからな、これから。うん、よし、いた。どこ行った？行った、行ったね。よいしょ、まずは。ああ、そんな減らないね。あ、あ、本気出してきた、本気出してきた。まだ殴り足りません。あ、ちょ、ちょ、待って、ちょ、待って。あ、今銃出してきたぞ、あいつ。やべえやつじゃん。あ、ちょっと待って。ちょ、危ねえ。よし、よし、あっつ。よし、ちょ、待って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 。よし、よし、よし、で、危な。さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、誰がチンピラやね、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。そうだそうだ、帰れ帰れ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。いいよ、もう来なくて。では後日。
また銃ぶっ放すようなやつと会いたくないよ。しかも二丁拳銃だし。因縁つけられたままかよ。終わりです。何だったんだあいつは。よし、ただいまーっと。杉浦。おお、杉浦君、どうした。海藤さんはあの後どうなった。何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。まあそっか。まあそっちも大変だったんでしょ。教令会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。せやねん。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか。海藤さんのこと知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか。お疲れ。お疲れ。ん？な、ああ。あ？ああ、すいません。景品同盟から守るのを忘れてたんだね。あ、ありがたい。ありがたい。いただきます。大家さん、ありがとう。うまい。あ、サブスト、サイドケースか。サイドケースあるね。あっ、あっと、全然だな。全然だな。うん、街の評判45。うん、まだ40だしよ。確か、街の評判も。まあいいや、とりあえず休むか。はい。はい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 、はい、おはようございます。どちらさんでしょう。海藤さんですか。誰。え、お、あ、真冬ちゃん。まだ寝てた。今起きたとこだよ。モグラの新しい犠牲者が出たの。また教令会のヤクザ。マジ。え、このタイミングってことは塩屋さんとかじゃない。松金組の事務所。わかった、すぐに行く。え、なんで松金組の事務所。え、これはあれかな。あ、まあそっか。え、なになに、八神さん。え、誰。あ、あのバカップル。助けて八神さん、大変なの。あ、あなたは確か事故物件の時の。そう、大木遊郭です。八神さん、あなた探偵でしょ。お願い、助けて。ちょっと落ち着いてください。何があったんです。彼が、守が失踪しちゃったの。守、マジか。え、失踪。守って大木さんの彼氏の島津さん。そうよ、島津守、私のダーリン。その彼が失踪しちゃったの。失踪ってどのくらい戻ってないんですか。2時間。もう2時間も彼から連絡が届いてるの。ん、2時間。あ、いや、たったの。何よ。おう、2時間もよ。ただことじゃないわ。はあ、あの、とりあえず落ち着いて状況を教えてもらってもいいですか。そうね、わかった。これサイドケースか。まあ一応やっとくか。私と守はあの事故物件の出来事からさらに愛が深まった。会えない時は最低でも20分に1回は連絡を取るようになったのよ。え、20分に1回ですか。それだって足りないくらいだけど、お互い仕事があるもの、仕方ないわ。分かっておいたが、ぶっ飛んでるな。でも今日はかれこれもう2時間も連絡がないの。そんなの仕事が立て込んでるとか、そういうのじゃないんですか。そう思って彼の会社に電話したの。そうしたら彼、今日は会社に来てないって。でも彼は朝ちゃんと、あ、会社に行くって言って出てったのよ。それなのに会社に来てないなんて何かって決まってるわ。だから急いで警察に駆け込んだんだけど、あいつら取り合ってもくれないのよ。もしも守る何かあったら私はもう生きていけないわ。死ぬしかないわ。まあ、落ち着いてください。2時間ならそのうち帰ってくるんじゃないですかね。何よ。あなたまでそのこと言うの。さてはあなたもグルなのね。私の代理をどこにやったのよ。いやいや、そんなわけないでしょ。だったら守るを探して、お願いよ。探さないなら、この場で死んでやるわ。わかりました。引き受けましょう。ライドは始まりとなりますが、よろしいですか。
構わないわ。1秒でも早く見つけてちょうだい。それにしても手がかりがありませんね。スマホで彼の位置とかは分からないですかね。位置、そういえば守が GPS みたいなのを設定してたような。え、位置情報共有してるんですか。すっかりそれてたわ。お互いの場所が分かるように設定してたの。じゃあ位置情報を確認してもらえますか。これあっさり見つかるかもしれませんね。もちろんよ。ちょっと待って。わかったわ。劇場前広場よ。ゆか子さんは家で待機しててください。守さんが帰ってくるかもしれませんから。それもそうね。じゃあ俺は劇場前広場に向かいます。何かあったら連絡ください。わかったわ。さてすぐに見つけりゃいいけど。ほう。あ、どうしよう。やり始めちゃったし、やるか。まあすぐ終わりそうだし、いっか。言うてなんか尾行するとかじゃなさそうだよな。でもあれかな、ヤクザに捕まったとかそんな感じ。あー、ちょっと待って、こっち話してるね。話してるんです。失礼。劇場前広場ね、この辺かな。あるね。さすがにあいつら倒さないとダメか。倒します。しまい。ったく時間食っちゃったよ。さてと、あ、スマホが落ちてるな。さては、お、このスマホ島津さんか。あ、ゆか子さんから篠田の着信履歴がある。間違いない、島津さんだ。でも島津さんの姿は見当たらない。あ、これはまさか。ん？島津さんのスマホに電話だ。ま、とりあえず出てみるか。もしもし。大きいゆか子か、守のことが心配なんだろう。だったらカムロ町ヒルズ前に来い、今すぐにだ。あ、どういうことですか。あ、切れた。一体どういうことだ。とにかくカムロ町ヒルズに前に行ってみよう。一応その前にゆか子さんにも連絡しとくか。大木ゆか子か、守のことが心配なんだろうって。変なとこから電話かかってきて、カムロ町ヒルズ前に来いとだけ言って切れました。え、何それ、大丈夫なの。それって誰かにさらわれたりしたってこと。まだ分かりません。身代金の要求などはなかったので誘拐の可能性は低いと思いますが、ただ電話をかけてきた相手はゆか子さんがでスマホを拾うことを想定していたようです。だからこそ電話をかけてきたんでしょう。一体どういうこと。分かりません。とにかく俺はカムロ町ヒルズ前に向かいます。私も行くわ。そうですか、分かりました。じゃあ後で。よし、カムロ町ヒルズ前に行くか。行くか。そうだね、もう守だわ。あいつだわ絶対。どうせあれだろ、誕生日プレゼントがうんぬんで、なんかこう母バカップルだったねみたいな話で終わるんだろ。分かるわ。分かってこい。じゃあな。あばよ。さて、あ、いたな。守じゃん、ほら。守何してんだ。ん？あれ、島津さん。サプライズって、 あれ八神さん。探しましたよ。どこで何してたんですか。八神さんが僕を探してるってことは、ゆか子探偵まで雇ったんですか。一体どういうことですか。なんか落ちてたスマホに怪しい電話がかかってきましたけど。あ、それ八神さんが拾っちゃったんですか。失敗したな。あ、来た。守る。ゆか子サプライズ。何よ。サプライズじゃないわよ。一体どこ行ってたのよ。な、あれ、怒ってる。当たり前でしょ、心配したんだから。あ、さては別のノート会ってたんじゃないでしょうね。な、何言ってるんだよゆか子、そのわけないじゃないか。じゃあ何してたのよ。あ、ちょっとゆか子目を閉じてて。何よ。ちょっと待て。出た。名前忘れたけど、徳永さんだったかな。出たな、帽子の人出たな。
なんなのよもう。ん？あなたは徳永さん。おや、あなたは八神さん。どうしてここに？説明すると長いんですが、いろいろあって、あなたこそどうしてここに？ブラザーの守りに頼まれてやってきたのさ。僕は守の恋人へのプレゼントなんだよ。え？は？プレゼント？あなたが？実は僕たち学生時代からの知り合いで、ユカコがファンだって知って、誕生日のサプライズを計画してたんです。スマホを落としといたのも計画のうちでして。あ、だから電話をかけてきたのか。何よ。ちょっと何こそこそやってんのよ。いつまで目を閉じてればいいの？あ、ごめんごめん。じゃあ絶対そうなると思った。スマホ。お前ズラだったのか。違う、あれは帽子だ。八神さん、早く追いかけて。え、またいいから、こんな状態じゃ守りの彼女に会えないよ。何よ。八神さん急いで、もう一刻が目を開けちゃう。仕方ないな。どうしてこうなった、どうしてこうなった、どうしてこうなったの。あ、もう元気な帽子なんだよな、あいつ本当に。よいしょ、どこ行くんだろうこれ。いいぞ。どこ行った。あ、違う。待てよ。よいしょ。よし、もう一丁。はい。あ、どこ、せっこいしょ、ない。どこ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 、どこ行った。そっち、あ、行った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 。上かーい。ちょっと待てよ。ここはパンティー教室。あ、そこに飛ぶの。嘘だろ。いや、死ぬ。よう無事だったな。あ、出た出た。チャラチャーン、チャチャラーン、チャラチャーン。あ、嘘嘘、華麗なスケボーアクション決めたかったな。あれどこ行った。あ、そっち見失ってんだけどな、僕完全に。あ、いた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 、いたわ。どこまで行くんだこれ。あれ、帽子どこ。あ、帽子。よし、捕まえた。ズラじゃないです、帽子です。ほら、うん、助かった。ゆかこ、お待たせ。目を開けていいよ。何よ。まったく、どんだけ待たせるのよ。嘘で、え、嘘。トウヤ、え、なんで、どうして。メロちゃん、リカ子、誕生日おめでとう。ほら、絶対そうだと思ったよ。彼は僕らの誕生日プレゼントだよ。じゃあ、マモルはこのためにいろいろと準備してたら連絡できなかったんだ。ごめんね、リカ子。な、何よ、それならそうと言ってくれればいいのに。それじゃあサプライズにならないだろ。リカ子さん、あなたには彼女を笑顔にできる素敵な恋人がいるんだね。付き合わされた子としてはたまったもんじゃないけどな。あの、俺はもういいですか。あ、うん、もういいですよ。はい、これお金。ゆかこ、さ、3人でご飯に行こう。今日はイタリアン予約してるからね。素敵、行こう行こう。ラブラブだな。俺、いていいのかな。当たり前よ、せっかく来ていただいたのに。結局今回もバカップルに振り回されただけか。終わったわ。さてと、じゃあ松金組事務所に行くかな。お、あ、あ、ちょっと待って、なんか厳重な警備が。真冬ちゃんいるかな。あれが外車か。あの被害者の身元わかったよ。真冬、教霊会の若頭で。絶対そうだと思った。知ってるんでしょ。ああ、モグラの新しい被害者ってことはやっぱり目を。うん、私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒岩。そう、
今現場に入ってる。おお、犯人は現場に戻るって言うけど。ゆうべはあの刑事の取り調べ大丈夫だった？なあ真冬。何？黒岩だったよ、モグラの正体。言っちゃうんだ。なんで言っちゃうんだ。羽村の頭と昔からずっとつながってたらしい。多分初めは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。んでその黒岩を道具に使ってるのが庄野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。いいの？そんな全部言っちゃって。え、大丈夫？庄野には俺が実験に気づいてるとこの間知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。これがどういうことかわかる？つまりこの先もまだ続ける気なんだよ、うん、あいつは。怖くねえってことだよな。俺がどれだけ真実に迫ろうが実験をやめる気はない、そう言ってるんだ。そんな。庄野は面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が庄野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。目と耳とって言ってたもんな。じゃあどうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。え、そうだっけ？この鍵は。ああ、親父だ。松金組の親父ね。絶対に返すよ。あ、これ11章終わるね。